どうもお疲れ様です。速価塾の久保です。暗号通貨ニュースはコインゲッコのこのポートフォリオからお伝えしようかと思います。えー、まずね、ビットコインなんですけども、今点滅しますよね。300万を割ることはどうやらなくなったかなと思ってますんで、やっぱりビットコインにね、ちょっと3ビットぐらい投資したのは、これから大きな利益を生むんじゃないかなと思ってます。 で、イーサリアムが随分前に購入したまま、10万円以下で買ったロットがかなりありますんで、これも今ね、結構な利益になってますが、一時期45万まで上がりましたんでね、やっぱその時のことが忘れられませんので、少なくとも30万超えるまでは全く売る気がないかなってとこです。買い増しはその代わりしません。で、その他ちょっと飛ばしまして、リップル、この度改めて52円で1000万円ほど買ってます。で、今は横ばい状態なんですけども、3月に訴訟が明けますからね、 その時に100円前後まで行くことを私はね、願っております。願ってるだけで根拠ありません。<laughs> ですんで、訴訟をね、なんとか食いに来てほしいなっていうばかりですね。でそして我らがエイダなんですけども、もうね、52円、一時期は38円とか出てましてね、たまげましたけども。まあでもね、いつもそこで言い聞かせるのが、プレセールで0.2円だったんだからっていうところですよ。いやでも実際ね、この体のエーダいい価格で安定しましたし、それからね、 えっと、昨年ですか一昨年ですかうん、やっぱり400円を迫る勢いまで来ましたんでね。そっから比べると、まだまだ9割ぐらいはロストしてますんで、やっぱ少なくとも1ドル。うん、場合によってはね、2ドルぐらいまで、なんとかエだダ今年中に行ってくれないかなと願うばかりでございます。そのためには、体のエーダのウォレットが増えるように、体のエーダーュースがね、もっともっと増えればいいなと思います。 カルダネイダのいいニュースがないわけはないんで、いろいろ掘り込んでね、私の方もツイッターとか検索とかを駆使して、動画で皆さんにお伝えしたいと思いますし、カルダネイダを買いたくなるようなマーケットにやっぱしていかなくちゃいけないと思うんですよ。現在コインマーケットキャップその他で上位を占めてるカルダネイダですけども、やっぱりね、暗号通貨の優等生だと思うんですよ。これからますます上位の方に上がっていくように、一時期みたいに3位4位が常連になるようにね、なんか応援していきたいなと思います。 その他結構見なくなった通貨ってありますよね。うん。なんか、タイトルも忘れましたけど、あ、ファイルコインね。ファイルコインやられましたよね。フォインとかどうなったんですかね。フォインとかふざけんなよと思いますけどね。金返せと思いますけども。<laughs> フォイン。まあ、あの結構私もね、暗号通貨は、あの、ダメージ食らってるんですけども、唯一手をつけてないカルトネダーっていうのがね、やっぱり大きな基盤を築いてくれて、私に勇気をくれますね。だからこそ買い増しもできるんですよ。 ビットコインの買い増しっていうのはすごくいいチャンスだと思います。以前100万円を超えたらもう買えないって言いましたけども、今度は逆に、あの、300万以下だったらまだ買えるっていうふうな感じだったですかね。うん、下がっても250万くらいだってことが私の分析では。 一つ落ち着いてますんで、下がっても250万。でも上がればこれが、まあ400万ぐらいにはなるんだよなかろうかって当こイーロンマスクさんがもうビットコインをね、買うとも思いませんので、うん、まああの、もう500万時代ってのは来ないんだろうなと思いますけどね。あと、Zinfin n e t w o とかっていうのがありますよね。Zinfin n e t w o クうん。XDC でしたっけ ?XDC。Zinfin n e t w o r 見てみましょうか。これ。出てきました。 3.77円ですか。ま、あ1円の時に目をつけていたんで、3.77だったらまだいいかなってとこですけどね。チャートを見てみると、これをマックスで見ると、こんな感じですか。一時期20円までつけたんですよね。それに比べると今ね、もうほんと5分の1以下になっちゃってるんですよ。私がだから、あの、一時期目をつけたのがこの時期ですよ。1円の時。ね、このあたり。一円。まだ2円に行ってない時です。この辺ですよ。うん だからすごい急騰したんですよね。そう考えたら。で、この山を捉えられたかどうかですよ。で、下がっていくときにはみんな売れないわけですから。でも売った人がこの下げのトレンドを作ってますからね。買うところで損をして、売るところで損をするみたいな。<laughs> はい。暗号通貨ね。これからもしっかり買っていきましょう。悔しいけどね。まあ、体の上では万歳ですよ。